はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今、エピソード44まで来ております。シールを持った宇宙人が出てきたんだけども、あれがなかなか厄介で、弾をね、ガードされちゃうんだよね。ということで、今日は、これをつけていきます。エアトータス01。これで、シールドの上から貫通させてやろうと思うんだよね。まあ、とりあえず試してみましょう。みんな消えてしまった。では行きましょう。隠れているだけだ。合理的な判断だ。これね、ほんと難しかったんだよね。ダメだ。ナイス。仲間の姿は見えない。奴らが闊歩している。そこら中敵だらけだ。ヤッホーじゃねえよ。ここを出るぞ。しかし仲間を見つける。無事なはずだ。急ぐぞ。ふざけてるのこれ。ふざけとるんか俺は。いいよ、行こう行こう。まだ動けないですね。やつらはたくさんの武器を同時に扱える。人間の手足は2本ずつだ。勝ち目はない。いや、いける。俺たちはやつらを倒した。多分爆風に巻き込めば倒せるはず。聞け、奴らのシールドは無敵ではない。攻撃を受けるとシールドは消耗していき、やがて停止する。いいよ。停止したシールドは黒く変わり、動かすことができないよ。とりあえず認識されてないところから一気に攻め込んでいきましょう。時間差でね、到達するんでいい感じだと思うんだよね。クルールの本体を狙う。 OK。こっちもいるでしょ。あ、いる。これでどうだ。いい作戦だ。倒せるか。倒した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 。やっぱりこれではいける。おー、いける。いけるやん、余裕じゃん。え、こっちもいくぞ。え、これだけでいけそうか。違う、いけるわ。いや、後ろのやつがまだ倒しきれてないか。 OK。 そうだって、後ろのやつがこいつ倒しきれてない。いや、そもそも当たってないのか。いけ。シールド2つのやつがいるね。 OKOK、 大丈夫。よし、いける。ちょっと卑怯な感じかもしれないけど全然いけてるわ。よし、後ろのやつもいけた。オッケー。で、出てきたやつはとりあえずミサイルを撃ち込んで、であとはアイテムを拾いよけば勝てるでしょう。これは楽。本当はね、倒し方がねあるんだよね。シールドを固定させて空いたところに打ち込んでいくっていう。まだ慣れてないんで、とりあえずこれが一番簡単な方法かな。アイテムもいっぱい回収できるし、美味しい。もういっぱい出てきたな。いや、でもあっちが倒した。暗い。 OK。 あとはアイテムを回収しとけば倒せるはず。お、あと4体ぐらいか。しゃ、ちょっと待って、普通の武器でやってみよう。いや、アサルトとかの方が向いてるな。それはアサルトとかの方が向いてるわ。オッケー。シールドが黒くなったらいいんだな。 OK。 硬い。そもそもが硬いんだな。よし、 OK、 倒した。全然いけるわ。いや、なんかさっき全滅しちゃってね、結構安全にいかなきゃなと思ってたんだけど、全然いけるじゃん。倒し方さえ分かってしまえば、なんてことないやつだな。
の倒し方がちょっと面倒くさいってやつだ。おお、うわっ、あと1匹いた。あ、シールド2つ持ってるタイプだな。シールド2つ持ってるタイプだけども、まあまあうまいこといけばいけるっしょ。よし、シールド2つはちょっと面倒くせえけどいけるね。終わり、これで帰れる。あ、クリアだ。余裕だったな。倒し方さえなんとかなれば余裕だ。クリアですね。装備も結構増えてきたね。結構増えてきた。でも、むちゃくちゃ強いっていうやつがまだないので、まだまだ、クリアしていかないといけませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。